アクティブシニアの皆さん、今週もハッピーで充実したシニアライフをぜひ見つけましょう。短歌で頭の体操はいかがですか？母さん、何をしてるんだい？実は甥っ子のゆうやに習って短歌を作ってるのよ。おお、ゆうやか。でも短歌って難しいんだろ？五七五七七の31文字、季語もいらないのよ。ん？仕方ない。戯れに母を背負いてそのあまり、かろきに泣きて三歩歩ます。石川啄木、意味は調べてね。こういうことか。短歌をはじめ豊かな表現のできる日本語を使った頭の体操は、想像力や連想力を鍛えることになります。日常生活の中で創作のヒントを見つけたりしながら、自由に楽しく短歌を作ってみてはいかがでしょうか。とは言ってもなかなか難しいな。例えばこういうのはどう？今そこに佇む鳥は知っている、二人の指が絡まったこと。あなたとの初めてのデートで手をつないだ思い出よ。なんだそんな昔のこと、照れるな。じゃあこんなのはどうかな。見上げても見上げなくてもあの雲は何にも似てぬ形をしてる。毎回違う空っていうのを楽しんでみるのもいいんじゃないかなと思ってね。素敵だわ。じゃあ行くぞ。自転車を漕ぐ時間より乗る前の時間の方が長いおばさん。ちょっと、それ私のことじゃないの？じゃあこれはどうかしら。おしまいだ、愛想笑いか本当に笑っているかわからないです。なんだ、私はいつだって心からの笑顔で母さんを見ているぞ。本当かしら。あらあら、短歌で喧嘩なんてダメですよ。アクティブシニアの毎日がより幸せなものになりますように。